はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりに熊谷に参りました。というのもね、熊谷といえばこちらでございます。いやった、はい、後ろに見えますゴールデンタイガーさん、お邪魔しに参りました。いやね、久々ですよ。もう僕のね、大好きな TKM。 それとね、もうゴールデンタイガーさんは TKM だけじゃなくて、つけ麺もね、本当に美味しくてですね、まあ本当にね、最近は大食いの方もみんなね、この TKM 食べに来てるので、ゴールデンタイガーさん好きの僕としてはね、もう嬉しい限りではございますが、今日はね、みんなに負けじといっぱいね、メニュー食べていこうと思います。それでは早速ね、店内の方に入りたいと思います。よいしょ。ということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりまして、今回ね、注文したのが、先ほどね、オープニングでもお話ししました、つけ麺に TKM2 種類お願いいたしました。でね、1品目がつけ麺でございます。で、ちょっとね、今回特別につけ麺なんですけれども、こちらのね、ゴールデンつけ麺という醤油のつけ汁に、こちらタイガーつけ麺で、これ塩でございますね。これね、2種類の、麺が茹で前で1キロということで、すみません、早速いただきます。です、いただきます。早速これ麺だけでいただきます。うん、あ、全然変わってる。美味しいでしょ。うん、ありがとうございます。麺の表面の質感が変わりましたね。前回食べた時は締める用の麺ってよりかは TKM に当てた麺って感じだったんですけど、今回の方がちょっとしっかりと表面のぬめりというか、まあ、溶け具合も残ってるんで、つけ麺でも TKM でも合いそうですね。言いたいこと全部言われた。うん、うん、うん、それではちょっとね、つけ汁いかせていただきます。まずはこちらのね、ゴールデンつけ麺醤油でございます。しばらくゴールデンとか食べてなかったですけど、そうだよ、久しぶりだ。やっぱうまいっすね。麺なくなっちゃうんで、ちょっとね、塩の方も食べないと僕が以前というか初めて来た時かな、なんかいろいろつけ麺とか食べたんですけど、個人的には一番このタイガーつけ麺の塩が推しだった記憶があるんですよね。じゃ続いてこちらタイガーの塩でございますね。よいしょ。うん、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 あ、やっぱタイガーの塩うまいっすね。うまい。うん、うん、ああ、うまいな。ゴールデンタイガーさんのつけ麺、どっちも美味しいんですよ。ゴールデンタイガーともに醤油と塩どっちの味もあるんで、初めてね、このゴールデンタイガーさんでつけ麺を食べられる方は、最初はね、
まあ、僕個人的にはゴールデンの漬け汁の方をおすすめいたします。油感っていうのはかなり抑えられているので、まずはじめにねこのゴールデンのつけ麺を食べていただいて、それがね美味しいと思った方はぜひねタイガーのつけ麺の方も食べてみてください。どっちもコーツつけらんないですね。どっちもうまいっす。うん、夢中になりすぎてシンプルにレモン絞るの忘れてました。そしたらこれつけ麺ラスト卵ですね、うん、ごちそうさまでした。もったということで、2杯目でございますが、今回はね TKM シンプルにいただきます。他の YouTuber さんとか、まあ僕もそうなんですけど、いつもねいろいろ TKM にトッピングが乗っかってるんですけれども、今回はあえてこんな感じでね麺と卵だけ本来のね TKM の姿で提供いただきました。で TKM 自体レモンとカツオの味が選べるんですけれども、今回はレモンねにわさびプラス鰹節とこれねトッピングもいただきましたんで、自分でねちょっと和えながら食べていこうと思います。それではこちらもいただきます。そしたら早速ですが、こちら卵割りまして、でちょっとね下に醤油の返しとかが沈んでいるので、これね全て混ぜたいと思います。よしよし、うまい。あー、うまい。うまー。ちょっとね店員さんオーナーさんのご厚意でですね、今ちょっと販売を中止はしているんですが、水餃子をいただきました。これもねうまいんすよ。本当にこの TKM って卵、まあ、返しに、まあ、麺とね、まあ、いろいろと入ってるんですけれども、まあ、基本的な構成はラーメンに比べるともちろんシンプルなんですよ。ただねこの麺のこだわりとか、それに対して合わせるこの返しのこだわりとかね、もう本当にすごいので、これぜひねオリジナルの TKM 一回食べていただきたいですね。でも感動すると思う。忘れそうだった。トッピングしていきましょう。まずねこちらの鰹節ですね。いいよ。そしたらとこちらのねわさびですね。
わさびにすると麺の刺身食ってる感じですね。うまいっすねこれ。続いてこちらレモンですね。レモンもカツオもうまいんですけど、僕はわさびが一番美味しいですね。ってことで、ただいまねちょっとさすがに営業時間外なのでライスは控えるとしまして、ごちそうさまでした。はい、ただいまねつけ麺と TKM 各ね茹で米1キロずついただいてまいりましたが、正直前回ね僕が食べた時よりもいろいろと店員さんもねこう研究されて工夫されていて、さらにねどちらも美味しい一杯になっておりました。もちろんぜひね皆さんお店に来ていただいて、このオリジナルの TKM やつけ麺食べていただきたいんですけれども、なかなかね遠くてお店には来らんないよって方に向けて、まあ、オンラインショップなんかもねゴールデンタイガーさんございまして、ぜひね気になった方はオンラインショップのページ概要欄に記載しておきますので、そちらの方から購入してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。お腹いっぱい。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しかったです。いやー美味しかった。ありがとうございます。いやー大丈夫。